函館記念に出走するブラック馬5写真を拡大。函館 11R 函館記念、ブラック馬5展開に左右されるタイプではあるが、末脚の破壊力はメンバー随一。今回と同条件の昨年の五稜郭 S では、早めに動いての解消。パワーを要する洋芝も合っている。その時より1キロ減の56キロも有利。先行勢が揃い、戦目がある程度流れそうな展開で、イン追走から外目にスムーズに出せれば勝機も。追い切りは動いたが、休養明けだけに太め残りはパドックでチェックしたい。